はい、今回は猫さんの場合はですね、ズワイガニ、甘みガツオとズワイガニです。ではいただきたいと思いますね。すごいこの人もぐもぐしながら食べてますけども、うん、美味しいですね。かなり美味しいみたいですね。もぐもぐ言いながら食べてます。うん、結構カリカリとバリバリ、でも結構好きみたいですね、この人ね。チャタボーはね、この人チャタボーって言うんだけど、まあ、このねチャタって言うんだけど、まあ、このチャタはオスですけどね、ですね、男ですがよく食べるんです。さすが男ですみたいなね、男という感じだ。こうやって畑にね、とね力と言いまして、男って感じですね。で、それで猫の場合は、オスって書くんですよ。ね。ですから、まあ、この男はですね、よく食べます。うん。で、こういう三毛猫でオスってあんまりいないんですよ。三毛猫はどうするよ、女が多いので、オスってのはあんまりいないんですね。ですから、非常にこれは、珍しいです。で、この人よく食べるんで、ほら、あっという間にボリ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 食べたりするこの人ね。もう食べる前からね、舌をペチャペチャやっててね、もう、もう食べたいですっていう感じをしてるんですね。ほら、やっぱりこうやってね、チーズみたいにね、こうなってるから、そういうカリカリ感が好きなんでしょうね。もう食べちゃうんですね。ゴロゴロ言いながら食べてしまいました。このカリカリ感が何とも言えずに、美味しいんだなという感じでね、食べてしまいましたけど、ご満足したような顔してますね。うん、というわけでね、どうもありがとうございました。